おはようございます。現在5時前です。ここは新宿駅です。朝の前からなんで新宿駅にいるんですか？朝一番の小田急線に乗るらしいです。各駅停車、伊勢原駅ですか？各駅停車しかないのか？各駅停車と急行、快速急行でホームが分かれているだけです。伊勢原までこの電車に乗ります。伊勢原で乗り換えはあるのか？もちろん、接続する列車に乗りますよ。てなわけで乗車。各駅停車の場合、新宿を出てしばらくは地下です。各駅停車。あっという間だな。地上に上がってきました。真っ暗じゃないですか。これが夜の新宿ですよ。ねえ、夜メロンはこの日何時に起きたんだよ。3時半ですね。グリステンじゃないのか。今回は1回の乗り換えを経て新松田まで行くことになっています。それで何駅あるんですか。快速急行だと新松田まで15駅で、小田原まで16駅で着くんですが、これが各駅停車の場合、新松田まで40駅、小田原まで46駅です。乗車駅がおとどしいことになってるじゃないですか。遠距離はきつすぎるだろ。普通に使う場合は快速急行や急行を使わないと辛いです。走行しているうちに代々木上原に着きました。千代田線に乗り換えると大手町方面に行くことができます。ここで乗り換えるわけじゃないだろうけどな。下北沢駅はこのホームだと確定、準急などが来ます。福福線区間につき、ホームが種別ごとに分かれているわけです。次の上り戸で一旦神奈川県入りします。動画ではここまでに積んで月の実際はだいぶかかってますよね。ここまで30分弱かかってます。数年前に快速急行の上りと追加停車が話題になりましたが、16万人もの人が乗り降りしているので妥当かと思われます。まあ自分っていうのはまだまだ食べてもいいんじゃないですか。ところで神奈川から言ったけど、上りの駅数はどんなもんだ。そこら辺に来たという名前、黄色か地味色かったよ。浦和神奈川県前、とにかくまだ先は長いんだな。まあいいですよ。あれ、もういいですか。これ以上続けても停車駅がバカ多いってこと以外わからん。上りと駅はドラえもんの駅です。ドラえもんに新宿食べてますね。あれから10分ほどかけて新百合ヶ丘に到着。長い道のりです。また先は長そうだな。新百合ヶ丘では多摩線で唐木田方面に乗り換えることができます。10駅もない短い路線ですが、多少の需要はあるみたいです。だいぶ明るくなってきましたね。次の駅は町田、横浜線に乗り換えられます。横浜線、八王子と東神奈川を結ぶ JR の路線です。新しそんな車両も走っていて、それなりに栄えていたんですね。まあ、ところでさ、新宿から町田まで何駅乗ってきたんだよ。ここまで26駅、ぶつ虫は相変わらず撮影目的で立ちっぱなしです。足がそろそろプルプルしてきました。あとプルプル待ってください。しないでいません。ここまで50分かかっているのですが、そんなの全然不利。何やら車庫がありますね。海老名手前の車庫ですね。青い電車がたくさんだな。普通列車からロマンスカーまで立ったようですね。いろいろですね。さて、厚木駅です。おい、なんで海老名市なんだよ。厚木市じゃないのかよ。これは相模鉄道の前身となる神中鉄道という会社があったんですが、費用の都合で橋を架けられなかったというのが理由です。そのため、せめて厚木市へ行くための玄関口として厚木駅と名乗ったという説があります。そんなことがあったんですね。さて、次の駅が厚木市の本厚木駅です。しょっちゅう終点にもなる駅ですよ。乗り換え路線名くせに思ってたより立派なもんだな。そりゃあ厚木駅の一大ターミナルですから。新松田まであと何駅くらいですか。もう残すところ7駅ですね。やっと終わりが見えてきたな。いよいよ次がこの列車の終点、伊勢原です。やっとこの長い旅も終わりか。駅はあと20分の信号です。ここまで何時かかったんですか。77分ですね。ですが、快速急行でも1時間弱かかりますよ。てことは、そんなに普通じゃない。普通ではなくとも残念とは感じるかもしれません。めっちゃ困るな。さすがこれを乗り越えてこそ一人の人間に。さて、伊勢原に到着しました。でももっと先に行くんですよね。もちろん。
その前にスライドショーコーナーと行きましょう。新宿から伊勢原まで乗ってきた車両は小田急2000系です。1995年の車両ですが、こんな風に LED がついてます。まあまあ古いですね。平成って入ってるけど古さが少し目立つんだよな。さっきまで乗ってきた電車は折り返して各駅停車、新宿駅になるそうです。そしてこれが次に乗る電車、小田急8000系です。実は1983年にデビューした、大変古い車両です。では、これで新松田まで揺られましょう。あれ、見てみる。1983年デビューって。これはリニューアル工事が行われたからですね。言い忘れていましたが、本厚木から新松田までは特急を除く全ての種別が止まります。言い換えると、臨海種別もそうでない種別も新松田まで止まる駅は一緒です。それって時間がある程度確保されているってことですか？そうですね。今までは1分2分おきに止まってましたが、本厚木からは結構かっ飛ばします。それなら楽そうですね。ドア付近の床は黄色くなってます。安全の電車でもよく見る気がするあれですね。正規名称はわかんねえけどな。いずれにせよ視覚に問題がある人にも配慮されてますよね。夜メロン曰く、渋沢から新松田だけやたら広っぽい感じがあるのが良いって言ってました。何か言われてみれば一気に過疎になったな。あ、次がやっと新松田ですか。夜メロンはこの後御殿場線方面に用事があるので新松田で降りるそうです。やーっとおしまいですか。一番早い快速急行ならばここまで75分くらいで行けるのですが、各駅停車だと100分かかってます。まさか。まもなく新松田です。御殿場線はこの機会です。やーっと着くのか。補足ですが、終点小田原まで乗ると乗り換え含め115分かかるそうです。確定じゃ無理がありすぎるだろ。皆さんも小田急を使う場合は、急行や快速急行などを使いましょう。新宿から小田原は快速急行なら90分くらいで着くので。時間の大切さというものを学べましたね。お前らは変な乗り方するなよ。じゃあ今回はここまでとします。また次も見ろよ。皆様、時間の大切さが学べてよかったですね。感謝します。